ストレートエニアグラム、二等辺の友人やです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ですね、うん、最近宮本から君へっていう映画で蒼井優さんが、うんうん、僕宮本から君へという漫画を見ていて、蒼井優さんがその宮本から君へっていう映画の中で、うんうん、中野靖子役っていう、うんうん、主人公の最終的に結ばれる役やるんですけど、結構壮絶な漫画で、若干その激しいシーンもあるんですね。ある男性に襲われるみたいなシーンとかがあったり、そのちょっとその主人公とラブシーンがあったりみたいなシーンをちょっと見てですね、若干そのそっち系の危ないシーンじゃなくて、そういうラブシーンとかもあったりして結構激しい演技をされてますと。でそれを見てやっぱ可愛いなと思う、なんかそのより好きになるじゃないですか、いろんなとこを見たりすると男なの でやっぱ可愛いな、悔しいなって悔しいが来る、やっぱ悔しいが来ますね、彼に対して山ちゃんに対してで悔しいが来てですね、で山里さんは、タイプでいうとエニアグラムの、多分6かなって、いろいろサイトとかも見てみると、やっぱ6の5だって言ってるところがあって、知識も深く、なんでその6で反応もして若干5寄りだっていう意見もあってですね、ああなんか分かる雰囲気しません？僕も6かなっていう気はします。そうですよね、そんなにすごい詳しいわけじゃないんで、反応の仕方とか、あとはその吉本の話とかで、その同期でキングコングがいて、キングコングがバーンって売れた時に、そのキングコングを落とそうとするみたいな陰でこそこそ動いてっていうやり方とか、なんかそういうことを言うっていうこと自体が6っぽい。サービス精神的に、サービス精神的にっていうか、こう周りの状況を見ながらこううまく自分の立ち位置をこう、で私、前この M8 でも、結構前に山ちゃんと蒼井優さんの結婚の時に、記者会見を見てどう思ったかみたいな話をしたんですけども、山ちゃんがタイプ6だ、で蒼井優さんが何タイプだと思います？僕蒼井優さんは本当に映画とかでしか見たことないで、あとウィキで、そう映画とかのイメージでいくと、清純派女優、フラガールですよ、フラガール、そのイメージだったんですけど、ネットでググると、エピソードがいろいろ出てくるじゃないですか。なるほど。こういろんな人があんなに喋る人だと思いませんでしたとか、なるほど、すごいサバサバしてる人だとか、っていうこうエピソードがこういろいろ出てきて、そういうのを見るとタイプ8なのかな。そうなんですよ。で要は今回のその、宮本から君へっていう映画も、山ちゃん、要はその自分の妻が、胸は出さないにしても、なそのラブシーンがあるよ、でお前それを見れんのかって言われたらしいんですね、っていうのを聞いて、なんか蜂っぽい、蜂っぽいですよね、蜂っぽいなって思ったんですね、で山ちゃんがタイプ6、で、蒼井優さんがタイプ8だと、ここでは仮定しますと、でそうすると何が起きるんだろう、今後この夫婦にっていう妄想、今ない〇〇を妄想するM8 招待でございますと、勝手に妄想してみると、で僕今も、僕山ちゃんです、山ちゃん眼鏡赤いし、で考えると僕は今も蒼井優さんの方が上なんですよ、僕の方が年上だけど、年収も俺の方が上だけど、蒼井優さんの方が、もう蒼井優さんの方が上なんです、立場が人間的な位がもう蒼井優さんの方が上なんですよ。なんていうか、タイプ8は上に立ちたい人じゃないですか。立ってください。そう、でもう上ですから。タイプ6は、その頼りになる上の下に立ちたい人僕の方が金持ってるけど、そうです。そうで、それが多分心地いいと思うんですよね、お互いに、なので
もう相性バッチリな感じはしますよね。します。あの位も上ですし、蒼井優さんの方が。でこれが8と8とかだったら、俺が上だ、俺が上だみたいな、私が上だみたいな感じ。まさか僕そんなこと思いますね。ちょっと喋り方もちょっと山ちゃんが上がってきたかもしれない。あんなに上手くないですけどね。あんな上手くないですけども。けどそう、タイプ6は多分うまく尻に敷かれていける。敷かれ心地は最高です。そう。でこう、まあ、そんなタイプ6を従えてタイプ8は気分もいいわけじゃないですか。どんどん良くなってください。だから普段は多分すごく相性いいもの同士じゃないかなっていう。ただまあ ここで何が起きるかっていうと、うん、僕タイプ6、うん、今山ちゃんです僕は今、うんうん、でもやっぱ多分ねどこかで何かがあるとすると、うん、こいつの浮気だと思うんですね。こいつが6の僕の6っていうか、これが今度はその6というか男性が、男性のなんか浮気心、要は山ちゃん結構キャバクラに行ってたみたいなのをよくラジオで言ってるんですけども、まあそういうところかなと。何かが出るとすると、あのこっそり風俗に行ってたとまあそこは多分タイプ関係なくで、そう、そこを今度はボスが許すかですよね。ボスが許すかで、多分お前何やっとんねんみたいなタイプ8的な怒り方で、今よくそのフライデー的なので見ると迎えに来るらしいんです。迎えに来るっていうと蒼井優さん、仕事帰りとかで蒼井優さんが迎えに来てくれたりするし、山ちゃんは結構すぐにもう家にちゃんとすぐ帰る、うんうん、あのボスのもとに僕はまっすぐ帰りますっていう、うんうん、まあ、今新婚ですから、うんうんうん、そうなんでしょうけども、それはもう6以前にオスですよ、うん、オスがどこまでかですよね。制御できるかですよね、うんうん、でもともとその行ってた人だし、うんうん、金持ってどうですよ、うん、なところでいくと、うん、まあ、このコロナ騒動がね、うん、収束すると、うん、それはね結婚生活も長く、うんうん、なっていくと多分つくんじゃないかなって、うん、なり、うん、ほころびはそこから来ると、うん、まあでも分かんないですけどね、タイプ8も自己主張タイプなんで。そうですよね、この人だと思ったら行ってしまうタイプですよ。その俳優業俳優周りには色男ばっかりだと、うん、で結構あの僕も本当かどうかわかんないし、はい、あれですけど、そのネットで調べたところで言うと、ネット情報です、ネット情報です、はい、魔性の女とか書かれてるんですよね。あ、恋容器みたいな、あの某俳優のことを気に入って、はい、その人が住んでるマンションに引っ越してたとか。さすが自己主張。あ、今タイプ8の家庭でやってるのでそうタイプ8の家庭でやってるので、はい、でタイプ8だとすると、あの人気に入ったって言ったらバーンっていくわけじゃないですか、自己主張なんて。取るかですもんね。そう、どうやってこいつを取ろうかって話ですよね。なのでそういう積極性が多分すごい自己主張の人なんで、なんかウィキ情報です。ウィキ情報で言うと、うんうん、例えば自分が刺繍に興味がある、うんうん、横に篠原智恵さんが座りました、うんうん、喋ったことないけど、うん、急に話しかけて友達になるとか、うんうん、っていうエピソードも載ってました。ウィキです、ウィキです。出展はしてはいけないと言われる、うん、ウィキに載ってましたけど、はい、そうなので、まあ本当に8かどうかっていうところはありますけど、8を仮定して、うん、そうするとすごい積極的な社交的な人、はい、自己主張なんで、はい、外にどんどん出てくるので、はい、そのトラブルの原因も作る可能性はあるかな。そうすると6は我慢できません。この人6の反応的には、私の信頼を裏切った人ですからね。6的にはそうですね、6は本当は従いたいけど基本同じぐらい疑念も持ってますから、うんうん、でこの人が信用できるかどうかっていうのを試す人じゃないですか。こそこそ試します。でその信頼を裏切った人ですからね。あ、ダメだな、もしそういうことをするとダメだなってなると、そこでこう関係が崩れる可能性はある。でもしそうなったとすると6の人は許せなくなるんじゃないかな。許せないですよ、この人は信頼裏切って、破局っていう流れになるだろうな、はい、で逆にこう6の人がそういうことをしたときに8の人がどうするかですよね。6はするのかな。
浮気をあその、うん、人間的に上の人がいるのに、うん、先にするかなっていうのはちょっと、あなんか僕はしないかなって思います。キャバクラぐらいは行くかもしれない、行く、オスとして行く、風俗は行く、うん、でそこのキャバクラをどううまいことタイプ6の山ちゃんが処理できるかだと思うんですよね。これはもう付き合いでさあみたいな、こうモテない後輩がいっぱいいてさあってそうそう、こう連れて行ってやらないとみたいな、どううまく切り抜けるかねえボス、連れていかないといけないんですよボスっていう感じです、ね、そうでそこをうまくいけば多分そんなに、まあそうだよねみたいなボス気質を煽っていければ多分まあしょうがないよねみたいな、そういうこともあるよねみたいな感じになると思うけど、まあ、浮気みたいなことになると、じゃあ風俗は浮気じゃないって見てくれるかどうかですよね。見てくれるかどうか、まあ、そこの価値観みたいなところがあると思うんで、それを見れるかどうかで、まあ、もし見れるんであれば、まあ、多分許される。じゃあそこはちょっと上手に、うん、上手に取り入って、そうモテない後輩を使って、多分隠したりするとダメですよね。怖い隠して見破れる人ですもんね。隠して風俗に行ってバレたらやばいですよね言った方がいい、申告した方がいい、もう行く前にちょっと後輩がさみたいな先にね、先に言っとけ、先に言っとけですね山ちゃん、先に言った方がいいよ。もうどうしたらいいと思いますかぐらいのあ確かにっていう風に言ってもいいですか、連れてもいいですかって先に言うのがいいかもしれないですね。先に言う、そういうとこだと思うんですよね。で黙っていかれるのが多分自分のコントロール外から外れたってことで、はい、多分この人もやもやするタイプだと思うんで、そこは気をつけましょうと、うん、でまああとそういう決定的なことがない場合ですよね。ない場合は多分もう僕は人間的に上だと思ってるので、うん、でもこうもやっとする場面が多分出てくるとは思うんですよ。長い付き合いの中でこう、まあ、健全度が下がった時ですね、はい、でも僕は思うに、うん、もう蒼井優さんですよ、うん、もう位が上なんですよ人の位がで僕は思ってるんですけど、うん、山ちゃんにはなりきってると、うん、あ自分だとしてももう位が上なので、うん、基本もう歯向かう気はないんです、全くない、うん、で例えばよくあの社長が8だと思っててみたいな、はいはいはい、その社長の言葉にカチンとくる心が反応する、まあまあ、あるけど、うん、あの極端なことには走りません全然ってなった時にどうするかみたいな、うん、でもこう多分結婚生活長くなってくるとだんだんこう距離も近づいてくるかなとは思うんですよね。なるかな、圧倒的上ですよ分かんないですけど蒼井優さんだともう圧倒的上ですからそこが、まあ、そこがどうかですよね。圧倒的に上、思い上がらないようにします、うん、であれってもう本当に何を言われても耐えられる蒼井優さんなら耐えられます。蒼井優がだから健全度が下がってくる時もあると思うんですよ。仕事がうまくいかない、何々がうまくいかない、なるほどってなると、ちょっとしたらお前何やってるんだみたいなことを言うでも多分イラッとしても、うん、僕今イラッとしましたけどですよねって今ですよねって言えるんだったら、はい、多分大丈夫。じゃあ僕が浮気しなければ大丈夫です、僕って、うんうん、山ちゃんが浮気しなければ大丈夫と、今山ちゃんが反応しなければですよね。そうなった時に、はいはいはい、こそこそしだすと、こそこそしだすのっていうか蒼井優の健全度が下がって理不尽なことを言ったりするわけじゃないですか、タイプ8的に、はい、で そういう態度を取られた時にイラッとせずに、はい、ぐっと自分の気持ちを抑えて下に行って行く入れる、いけいけるか、山ちゃんが いけるかどうか、そうですね、付き合いが長くなった時に、長くなった時にで年収が自分の方が上だと思ったら、そのうちこう5億やぞ俺はって思って、俺の方が稼いどるやないかみたいな気持ちがこう出てきた時に反撃にかかる可能性があ、でもダメ、やっぱりそこはでも僕は人間的にも蒼井優様の方が上だと思っているので、うんうん、あ6的にはね、あ違う、6的に上に反撃に出ることがあるわけじゃないですか、時々、うんうん、それが出なければ多分、うん、
出さないようにし、まあ、なのでこう健全度の話でタイプ6はそういう反応に出る時でタイプ6の人の健全度が下がってる時じゃないですか、はい、っていう時にこう突っかかってきたものに対して突っかかり返すのがまあ往々にしてありますよね、うん、なのでそこをうまいこともう長く破局せずに長く続けるんだったら何かしてもぐっとこらえるこらえましょう、うん、こらえましょう人くらいが上ですから、うん、はい、なのである意味こう自分が上だって思ってた方がいいのかもしれないですね。健全度高く、あ、この人は手で転がしてるんだぐらいの、あ、自分はこうやって手に上手の上乗せてこうやって上にしとく上にしとく上にしてで結局こうコントロールしてるのは自分だぐらいの、一見外から見ると旗から見るとこうコントロールされてる側じゃないですか、はい、タイプ6の人、はい、だけどこうタイプ6の人って本当にコントロールされてるっていうよりはうまいこと転がされながらコントロールするタイプじゃないですか。でできるといいですよね、はい、なのでそれをこう健全度下がってバーンと反応せずにずっと平常心を保ちながらこうコントロールするみたいな、タイプ8をコントロールするみたいなことができれば多分うまくいくんじゃないかな。山田さんがもしか見ていただけてたら、はい、そうそう面白いですね。うちの嫁はそんなんじゃねえよって言うかもしれないですけどね。うちの嫁はそんなんじゃないよって言うかもしれないですね。あ、そんな感じ、はい、はい、すいませんでした。いえいえありがとうございました。ありがとうございました。こんな妄想もいかがでしょうか、はい、なんで、まあ、恋愛とかにもエニアグラム使えますよね、うん、そう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 、まあ、まあお互いに自分のタイプがなんだ、相手のタイプがいくつだって分かれば、そういうところでどうやって付き合っていくかっていうのが、うん、で喧嘩した時も、あ、自分はこのタイプだからなっていうのが分かるわけじゃないですか、っていう何かメッセージか何かいただければ、うんうん、はい、キャピキャピここで話しますのでキャピキャピというかですよねあのよろしくお願いします、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました、はい。